うちの母ちゃんはシクラメンが好き。それを知っている人たちは、母ちゃんの誕生日にはみんながシクラメンを持ってくる。なんでシクラメンばっかり。こんなにいっぱいあったら世話するのが大変。とか言いつつ水やって、枯れた花をのけて、肥料とかやってる。毎年11月末から梅雨の頃まで花が咲いてる。この季節になると、来る人来る人、まだシクラメンが咲いてる。と驚く。それを聞いて母ちゃん、なんもせんでも咲く、アホな花なんよ。とか言いながら、せっせと葉っぱを整えてる。今年の誕生日も、シクラメンを送るよ、母ちゃん。シクラメンみたいに自分も構って、長生きしろよ。